ラス48 in 仙台、今回の開催につきまして、ご協力くださった、皆様、そして出場チームの選手の皆さん、ありがとうございます。クラッシュは東京中心に、イベントを開催しているわけですけれども、東京だけでなく名古屋だったり、昨年度は広島大会も行いました。そういった中で今回特別協賛いただきましたロイエンターテインメントジャパン様の、ご協力により、今回初めて、仙台という場所で大会を開催することができました。非常にたくさんのですね、ジムさん、選手が集まってくれて、そういった中でクラッシュの女子のタイトルマッチ、首里選手とグレーシア亜希選手の一戦、そして、世界的にも、トップファイターの一人として知られる野里正明選手が、古仙台において、再起戦を行うことになりました。対戦相手の尾形選手も非常にいいパンチを持ったファイターなので、明日の女子タイトルマッチセミファイナル、セミファイナルじゃなくてダブルメールの第1試合ですね。で、第2試合が野里君と、尾形君の試合と、非常に激しい試合になると思います。ぜひですね、ファンの皆さん、会場にお越しいただいて、たくさんのご声援を送っていただければと思います。本日これより会見という形で、主要ファイター登場してまいりますので、ぜひ皆さん大きな握手でお迎えいただければと思います。本日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、出場選手の、登場でございます。まずは、第7試合セミファイナルアンダー62キロファイト青コーナーマットマックスジム東本久樹選手の登場です。はい、それではセンターで、ファイティングポーズをお願いいたします。はい、ありがとうございます。お着席ください。続きまして対戦、相手になります。赤コーナーチームドラゴン中村圭介選手の登場です。はい、ご着席ください。それでは、会見に先立ちまして、まず、私の方から、この試合の見どころを、語らせていただきます。この試合は、62キロ契約という、契約体重で行われます。青コーナーの東本久樹選手は、大阪、出身マットマックスジム所属として、以前はプロデビュー戦で広谷選手を、ノックアウトで、破って、プロデビューを果たしております。その後もですね、左の強いパンチを武器に、好成績を上げている選手です。そして、こちら左におります、中村圭介選手は、宮城県から近い青森県出身の、チームドラゴンという非常に強いファイターがたくさんいるジムさんの、主力選手でございます。今回仙台大会決まって、真っ先にですね、東北出身なので、仙台で試合がしたいと、直訴がありまして、試合出場を決定しております。両選手とも1回目の計量でクリアしております。それではですね、まずいくつか質問を僕が用意しているので、それに両選手答えていただく形で進めていきたいと思います。まずはじめに、先ほど計量を終えて、いよいよ明日試合となります。現在の、心境をですね、東本選手からお願いします。こんにちは。マットマックスジムの東本です。とりあえず計量終わってホッとして、とりあえず水も取ったんで落ち着いていい感じなんです。明日の試合は特に何も難しいことは考えないといつも通りに動けたらいいかなと思ってるんで、そうですね、いつも通りに動きます。ありがとうございます。それでは中村圭介選手お願いします。こんにちは、チームドラゴン中村圭介です。計量終わって、どうぞね、やっと仙台の美味しいスイーツが食べれるなと思います。それでは両選手、今回初対決となるわけですけども、まず東本選手から、中村圭介選手の印象をお聞かせください。
そうですね、パンチが強いっていうイメージしかないので、特にあんまりどれを気ぃつけなあかんとかいうのは別にないんで、自分通りに、そうさっきも言ったんですけど、いつも通りにやればいいと思います。はい、それでは、中村選手、東本選手の印象をお聞かせください。そうですね、サウスポーでパンチが強いっていう感じのイメージがあるんですけど、まあ、せっかくなんで思い切り打ち合って盛り上げれたらなと思ってます。はい、それではですね、明日のリングでですね、まあ、この試合のためにどんな練習してきたかとか、自分のここを見てほしいという、ポイントを、東本選手お聞かせいただけますでしょうか。この最近、今年入って9月ぐらいですからね、フィジカルのトレーナーがついたんですよ。その人についてもらって、今もうめちゃくちゃ追い込んでるんで、もう体もめっちゃ出来上がってるんでその成果をまた仙台の皆さん見てもらいたいなと思うのと、そうですね、仙台の皆さんに自分の顔を覚えてもらいたいなと思ってます。はい、それでは中村選手いかがでしょうか。もちろんきつい練習は当たり前で、まあ、僕としては今回一番、もう僕が始めたんですね、記者会見こういう形で話させてもらうのが、すごいこれ今回すごい嬉しいなっていうのを、このままこの気持ちのまま、はい、明日リングでぶつけたいなと思います。クラッシュとしてもですね、両選手は本当に一発で倒せるパンチを持っている同士なので、おそらく、激しい試合になると思います。ノックアウトで決まる確率が非常に高い勝負だと思います。それでは両選手、最後に、この会見の動画はですね、今夜にYouTube、クラッシュの YouTube チャンネルを通して、一般の方にもご覧いただけるようになっておりますので、会場にお越しいただくファンの皆さん、ニコニコ動画、有料生放送でご覧いただく皆さんに向けて、最後アピールの一言をお願いします。東本選手からお願いします。はい、関西にもめっちゃ息のいい強い選手はいっぱいおるっていうのを、まずちょっとニコニコでも分かってもらえたら嬉しいなと思うので、その一人になれたらいいなと思ってるんで、それを明日はすごい戦いを見てください。ありがとうございます。それでは中村圭介選手お願いします。初の東北大会、クラッシュの東北大会なんで、僕は青森出身なんですけど、この明日の仙台大会盛り上げて、もっともっと北上して青森に行くぐらいまでクラッシュ盛り上げたいなと思いますので、明日は何としても頑張って決めたいなと思います。ありがとうございました。それでは両選手のコメント以上とさせていただきます。はい、それではフォトセッションに移らせていただきます。両選手、前の方にお越しください。